J1 神戸のスペイン GMF セルジ・サンペール25が9日までにオンラインを通じたデイリースポーツの単独インタビューに応じた18歳で発症した1型糖尿病について初めて日本メディアに語り糖尿病を抱える人々へ自分の人生を制限しないでほしいと激励の言葉を送ったまた同じ病と戦うプロ野球阪神の岩田稔投手 36についても言及しコラボレーションして勇気や希望を与えられるような活動ができればと思い描いた病と戦う人々の希望となるべく自らの病を明かした。 サンペールは4月18日に自身のツイッターで1型糖尿病であることを告白していた好評に踏み切った理由について世界にいる糖尿病を患っているたくさんの人を勇気づけるため自分にもできることがあるんじゃないかと思ったと説明した体に変が生じた時サンペールはバルセロナ株組織に所属する18歳の青年だった気分が優れず練習中も頻繁に排尿が必要となり すごく喉が渇き食欲も増したそんな状態が数週間続いた検査の結果糖尿病の診断が下り そのまま入院となった最初はどういう病気かよく分からなかっただけど徐々にそれが自分の人生に与えるインパクトを理解していったという医師からはもうサッカーはできないだろうと告げられた子どもの頃から夢はサッカーで成功することだったそれを聞いた時はすごく悲しい気持ちになって沈んでしまったと当時を振り返っただがサッカーを諦めなかった 不屈の魂で世界的名門、バルセロナのトップチームまで上り詰めた。糖尿病を患いながらも、サッカーでトップレベルまで到達することができた。皆さんには、自分の人生を制限しないでほしいというメッセージを伝えたい。糖尿病という病が人々の夢を制限するようなことはない。もちろん難しい状況はたくさんあるが、一人一人が自分の夢に向かって困難に立ち向かっていただければ、 自身のの体験を元に強く訴えかけた1型糖尿病はは現在の医学でで根治できないサンペールは今も体調管理に細心の注意を払っている特に栄養面で自分の体内に何を入れるか気をつけてコントロールしなければいけないし血糖値を常に管理して最良のコンディションでサッカーに挑めるよう心がけているというインスリンの使用量を減らしつつ血糖値を安定させるために 炭水化物はほとんど摂取しなくなくった。それでも血糖値の測定やインスリン注射は毎日欠かせない今後もそれは一生続く糖尿病の一部としてやっていかないといけないことと語り日常として受け入れている。